どうも皆さんこんにちは、チャメンチャンネルのヤマハです。比較的安定した環境で基本を学べるだろう。あまり深入りするなよ。ゲームジュラシックワールド、新しくやっていきたいと思います。今回やるのはキャンペーンモード、全然わかんないんで、まあチュートリアルみたいな感じなのかな、をどんどんやっていく感じにしていきたいと思います。この島をテーマパーク化するみたいな感じかな。私はカボットフィンチ。わ、カボットフィンチさん。危機管理の担当者です。はいはいはい。お伝えはしますが、まずはハモンドクリエーションラボを建設します。はい、ハモンドクリエーションラボの建設。はい。あなたがやるべきことに集中できるよう手伝いに来ました。恐竜の施設を作ることです。恐竜の施設を作る。この5つの市と呼ばれる島々でね。実際にはラスシンコ・モエルテス諸島ですがね。ここではスペイン語が使われますから。うん、はい、もちろん既存の通路及び送電網に接続する必要があります。うんうん、ここからが本番です。恐竜の羽化です。ストルティオミムスから始めましょう。クリエーションラボを選択して孵化ベイを選択してください。初めての恐竜には十分なゲノムデータが揃っています。ああ、これか、孵化ベイ、恐竜を孵化する。ストルティオミムス、ストルティオミムス、孵化、竜を放つ。出てきた。命の始まりだ。最も貴重な瞬間だ。計算及ばぬ作用と反応、うんうん、試行錯誤、突然変異、それらが事前に知りようのない形で組み合わされた結果がこれだ。カオスは生へと向かう。呼吸し考える何者かになろうとあがく、唯一無二の実体へと収束する。そして今私たちは、君はこの生命の製造段階に入ったわけだ。生命の製造段階ね。だからこのエリアの恐竜たちをどんどん増やしていくって感じなのかな。しばらくやってだいぶこのジュラシックワールドが発展しました。ざっとこのジュラシックワールドのね、機能でも紹介していこうかな。まあ発電所、これは全ての施設に電気を送ってます。研究センター、こちらはゲノムとか遺伝子解析とか、まあいろいろ施設のアップグレードとかをするところ。化石センター、これはまさに、化石からなんだ、化石を解析するところ。でこれはまあ嵐災害対策所と緊急シェルターとか、まあトイレとか、まああんまり役割はない。でこの調査センターっていうのが化石を取りに行くところ。レンジャーチームは、恐竜の餌とかを上げに、病気になったら治しに行くところです。でこのでかい、バカでかいのがイノベーションセンター、これはゲスト用の施設ですね。でこれはゲスト用のホテル、ブティック、そしてレストラン、いろいろ施設が増えてきて、これがハモンドクリエーションラボ、ここが恐竜を、まあ生き返らせるパーフェクトな施設です。まあ施設紹介もそこそこにね、ちょっと恐竜の紹介をしたいなと思います。まあ一番いいのがこのトリケラトプス、かっこいい。ちなみにこいつは、この檻の中のキングってことで、名前は親方様、親方様です。かっこいいな。そして次、こっちはもう一匹、トリケラトプスのサム、
サムです。で、じゃあ次はエドモントサウルス紹介していきましょうか。エドモントサウルス、この中には 3匹います。まずはこいつ、フレッド、エドモントサウルスのフレッドです。そして次、隣がエドモントサウルスのピピンです。こいつはピピン、ちょっと下半身合成しかけてるけど、あ、ちょっとくっついちゃってるけど、3人目がコロラドです。まあもう名前に関してはほぼ直感でつけてるんで、なんでとかはあんまりないです。そして最後、一番スティルティオミムス、こいつはまあもうほぼ鳥みたいな、肉食っぽいけど草食恐竜です。こいつの名前はヨネタで、こっちが谷口、あ、でこれゆうちゃんはね、ちょっと遺伝子操作してるから、体の色がね、模様がちょっと違います、他のやつと。そしてこいつが渡部で、これがたけしで、これは FP で、まさひろ、だいぶいますね、ヨネタ。あ、戻ってきた。まあそんな感じで僕ら、今この中にいるのが全員草食恐竜だけで、もう平和村ですね、平和、もう誰も争うことのない平和な村です。で、そこにこうやって草食獣フィーダーっていう餌をやるやつがあるんですけど、あ、在庫が結構減ってますね。こう在庫が減った時に何をするかっていうのが、このレンジャーチームです。レンジャーチームが車両運転出動して、直接餌を補充しに行かなきゃいけないと。おっと、ああ、ちょっとね、観光客ともどもめっちゃ増えてきてさ、もう引いちゃいそうなんだよね、結構。補充で、ここも補給と、餌を補給する。で、こういうところに入って写真撮影もできます。で、撮った写真は売れるんですね、強化がついて。さあ、みんなが、楽しく暮らしているこの草食獣だけの平和村ですが、なんとミッションでアモンドクリーム、右の方、稼いでなんぼってずっと出てるんですけど、次を浮かして解放する、ケラトサウルスを浮かして解放することと出てます。この浮かでケラトサウルス、こいつはゴリゴリの肉食獣ですね。やるしかないか。来た、ケラトサウルス、ついに卵が帰りました。解放、来るぞ、来ちゃった、この平和村初の肉食獣ケラトサウルス。すごい優等生しかいない高校に急に来た不良みたい。こいつの名前は何にしようかな。僕らのやり方はお客さんのニーズを満たすことが、ある意味悪いやつの名前にしたいな。
なんだ？こっちの方が要求ばかりで思いやりに欠けるけどね。じゃあちょっと、はい。この辺りはいい感じですね。渡部。仕事は素晴らしいと思います。渡部が狩られた。名前つけてる間に。しかもこの調子で続けよう。僕がお客さんに提供したいのは満足感なんだ。食べないの？細部を評価してもらいたい。それと彼らを丸飲みにできる口と牙と無表情の目を持つ。せめて食べてくれよ、この CRT001。 なんて名前にしようかな。悪いやつだろ。悪にしてこ、そのまま。悪。これ、え？たけし。本当にごく大雑把に訳すと、たけし。死の島を意味する。老衰が理由で死んじゃった。たけし。あれ、渡部の死体は、渡部はもう残さず食べたのね。はいはいはい。こうやって時々なんですけど、老衰とかでも恐竜が死んじゃうんですね。死んじゃった時はどうするかっていうと、この ACU センターっていうところでの輸送チームにこの死体を運んでもらうと。これ回収してください。上からそうヘリが来てね。で、たけしを回収していくと。バイバイたけし。まあそれはいいよ、それはいいんですけど、あれどこ行った？おお、一人で寂しそうだな。悪、ちょっと名前変えてあげようか。一人で。ジャイアンぐらいにしとくか。こいつの名前はジャイアンにしました。ちょっとなんか悪だと思ってたんですけど、あまりにもちょっと寂しそうでね。あ、ヤギ、ヤギ、おいおいおい、何に興味持ってんの？人間に興味持ってんの？肉には見向きもしない。今お腹が減ってないのか。意外と肉食獣と一緒でもヤギ、ジュラシックワールドはなんかまあお金を稼ぐゲームなんですけど、大前提的にはね、やっぱこの展示の恐竜の種類が多いとお金がどんどん稼げるみたいです。ちなみに今の財務状況は、1分あたりの利益が225,260ドル。まあだから1分間で2000万ぐらい儲かってるってことだね。尋常じゃねえビジネス。ああ、ヤギがかけてるよ。まあ、新しくね、肉食獣も入れたっていうところで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしましょうかね。
次回もうちょっとね、整備した感じを見せれるといいなぁと思います。この辺の街並みもね、もうちょっと整備したいなぁと。なんかいろいろごちゃごちゃしてんすよね。道もちょっとごちゃごちゃしてるし。で、まだこの辺の土地も空いてるから、この辺もどんどん有効活用してね、いければいいなと思います。じゃあまた、次の動画でお会いしましょう。その頃にはもうちょっと進化させときます。ではまた。待てよ。寝て起きたキラトサウルスが？やばい。ヤギ食べた。